コンピュータゲームザバトル・フォー・エズノスに登場するリッチ・リッチはファンタジー作品などに登場するアンデッドの一種。リッチは高齢術に長けた強力な魔法使いが貴重な材料などを用いた儀式を通じて永遠の命を得たものであることが多い。そしてそのような経緯からゾンビといった知性を持たないアンデッドとは異なり高い知能と魔術の技能を持ち合わせている。また、 多くの場合、兵士などの寄りいの存在を従えている、姿で描かれている。リッチという言葉は、死体を意味する古英語の単語に由来する。今日のように、アンデッドの一種を意味するようになる前は、クラーク・アシュトン・スミスの、魔術師の帝国などの様々なファンタジー作品で、動く動かないに関わらず、いかなる状態の死体をも意味する言葉として用いられた。その後、 1976年に発売されたロールプレイングゲームダンジョンズドラゴンズの追加ルールブックグレイホークにおいて初めてアンデッドの一種としてのリッチが登場しこれをきっかけに現在のようにリッチという言葉が用いられるようになった死体の個語であるリッチという言葉は近代では主にファンタジー作品において用いられている怪物としてのリッチは いわゆる初期のヒロイックファンタジーに登場する自身の魔術によって死を克服した強力な魔法使いに由来している。これらの小説ではこのような魔法使いが少なからず見られ、例えばクラーク・アストン・スミスの短編小説の多くには魔術によって死からの復活を可能にする強力な魔法使いが登場しており、ロバート・ E ・ハワードは スカルフェイスなどいくつかの作品で神秘的な手段によって不死になることで体はシワが寄った抜け殻のようになる一方人間にはできないような動きとより活発な思考をするようになった魔法使いを登場させている。また現在のようなリッチが登場するきっかけとなったダンジョンズドラゴンズの共同制作者の一人であるゲリーガイニャックスは同ゲームに登場するリッチは ガードナー・フォックスの短編小説、ザ・ソード・オブ・ザ・ソーサラーを元にしていると述べている。なお、リッチには宝石で飾られた頭蓋骨というイメージがあるが、これはフリッツ・ライバーが初期に書いた盗賊の館が元となっている。ただし、アンブローズ・ビアスのハルピン・フレーザーの死やハワード・ラブ・クラフトの戸を叩く怪物などのように単なる死体という意味で、 リッチという言葉を用いている例も存在する。ありがとうございます。